おはようございます。今日も名古屋38度予想です。全然雨が降らない。なんか関東の方とかは夜ゲリラ豪雨とか降ってたみたいですが、この辺りは全然全然です。小豆だいぶ大きくなってきました。はい、それでは暑いの今日も。ミシンの紹介です。壊れたミシン、壊れたミシンも捨てたの？捨てるに捨てれんじゃん。粗大ゴミ出すの、持ってくるんだろう、クロールハウで持ってくるかね。あ、壊れ、全然電源が入らんの？電源は入るけど、のとこが壊る。部品は取ってあげて、直せる人は直すけど、なんなの？ジモティで、出してみようか、ジモティで。何ジモティ？廃品を持ちに来てくれる人が、一回出したじゃん、家を処分するときに。なんか外人さんが取りに来たりとかしとったじゃん。あれあれ。見てみます。あ、軽いじゃん。はい。スイング。スイング。コンパクトソーイングミシン。ミシン糸セット付き。はい、これを孫にアマゾンで買ってもらいました。はい、それでは。初めて見る？初めて見る。本当？うん。これを、猫がわからんとか、これ読んで、明日見るよ。あ、かわいい。おもちゃみたいじゃん。うん。これでちゃんとミシン縫えるの？こう縫ったやつが。試作？うん。あ、なんかいろんな縫い方ができるんだ。できる、ここ。あ、これでいろんな縫い方が。これボタン1個で勝手にやってくれる？うん、これ。これじゃない？それ何？これは何かしら。釣り糸みたいなのが、釣り針みたいなのがついてるの？それ。これね。うん、何それ？なんだろうね。これ見えわかる。ここは、なんか、これが、早くしたり遅くしたり、これがね。うんうん。これがスピードで、これは何？このダイヤル。普通縫いだ。なんか番号がついてあるね。うん、ついてる。んで、これで。これ。あ、これ何？糸と？違う。糸はここに通って、こういうふうにして、こういうふうにして、こういうふうに。普通のやつと一緒だ、ここに来る。もう通ってる。うん、白い糸が。うん、で、ここが下糸巻くやつ。うん、で、これが、糸のセット。うわ、すごいじゃん。クレヨンみたいな、綺麗にカラフルになってます。うん、ちょっと動かしてみて。もうおもちゃだね、これ。プラスチックだもんね。そうだね、全然もうおもちゃでいいんだ私は。あれだもんね。5000円だけでいいだ。5000円だもん、うん、ほんでこれ厚手のやつ縫えるの？縫えないと思うから、うん、そんなにジーパン、うん、ジーパンのこう重なったとこはダメだもんで、そこはやめて、うん、ダメだと思う。一回やってみたらいいじゃん。手でやるもんがないじゃん。あれあるから持ってきてあげるわ。いいわ。捨てゴミでたくさんあるから。あ、またなんかいっぱいじゃん、うん、今日ゴミ2つ持ってたけど、なんかあるなと思って、あれ持ってっていいのか、うん、私にくれるのかわからんから。これ足踏みだよ。え、これ何？足で踏むこともできる。足で踏むこともできるじゃん。こうもうプラスチックで本当にもうおもちゃだな。子供が使うミシンみたい。小学生の子供が。そうだ、それでいいんだって。やってみて。どこでスイッチなんだって。どこでスイッチなの？ここかな。やってみる。違う。違うじゃん。スイッチな、あと、ここ動かしたんですよ。あ、ほんとだ。糸が通ってるから、ここ無駄になっちゃう。無駄になっちゃって変なふうになるって感じ。うん。こうやってね。んで、ここだ。うん。オフで、ローで、はい。うん。うん。うん、オフで、ローで、はい。はい。止めるだら、うん。で、ローでさ、もっと早くって言うと、はいにすりゃ、はい。15分。ほんで、ここがこうなってるもんで。そこがそうなってるかな。で、ワッパを縫おうと思うと、ああ、くるくるっと回してくるくるっとね。袖とか？袖とか。なんで、だいぶいいだよ。うん。
性能はいいけど作りはあれだね、うん、本当はチャッチね。多分ジーパンこれぐらいなら見えるけど、ジーパンの4枚揃ったのは、うん、私のあれでも、うん、うんとローにしてゆっくりゆっくりせには縫えんかったもん。ちょっと一回持ってくるわ、ケシ。我が家のゴミにジーパンが一個ありましたので、これを一回縫ってみます。ジーパンが縫えるかをやりたい。ジーパンこれさ、夏用にさ、半ズボンにしてみて。あなた自分が履くなら、俺が履くわ、これ。まず下ちょこっとだけね。本当にいいよ、もう短パンにしたいんや。ほんで白だよ、もういいと思う。いいよ、いい、この辺で切って、この辺で開けるように。今すぐって、ちょうど膝ぐらいのところで切って、膝ぐらい。また変な風になってまたやり直しちゃいかんで、最初縫うだけなら。ジーパンでもちょっとこれ薄いジーパンだよね、薄いね、夏用の、夏用だ、うん、夏用のジーパンだよ。さあどれぐらいの力があるんでしょうか。夏用のジーパンだからだいぶ薄いんで。いいね、このジーパン。私今ちょっとだけだよ、うん、ちょっと縫うだけだよ。ほんで今日中に仕上げといて、うん、はいはい、どうぞ、はい、楽勝。縫えてるだろ。綺麗に縫えてるじゃん、うん、めちゃくちゃ綺麗に縫えてるじゃん、うん、前のミシンより全然いいじゃんそういうこと言うな。前のミシンは1万円で買って10年ぐらいになるし、もっとなるな。あれも1万円なの。あのボタンで縫い方をちょっと変えてみて。縫い目ちょっと、はい、ボタンを今から。これ押すのかな。それを押すんでしょ。どれを選ぶの。知らん。ダメだもん。ダメだもん。なんかジグザグ縫いがあるじゃん。うん、これはミクに聞いてから。これを。これで選ぶんじゃん。番号が書いてあるもんで。じゃあこれはね、目の大きさ。これは目の大きさ。じゃあ今4番。あ、そう。今4番だもんで、うん、何番、このジグザグにしてみるか。10番。どっちにしろ私は今見えんのだよ、全然。この10番。はい、10番にします。縫ってみる？はい、今から10番で縫います。縫えてるよ。ああ、縫えてる。あ、ジグザグになってるじゃん、ちゃんと。早いじゃん。おう、縫えてます。見えとる？私には見えとらんだ。向こう側だべ。覗いてみるや。ちゃんとジグザグに。ここがさて、ここがね。あ、今から一番分厚いところ、いきます。さあ、あと1センチ。さあ、縫えるでしょうか。回ってこんど。あ、これなるで回ってこないんだ。ゆっくり一つずつ並んでいかんだな、これ。何、一つずつ並んで、あのミシンだけね。どうね、ダメじゃん。ダメだね、力がないの、うん、うん、でこうやって一つずつ進んでいかねえかんの、こうやって手で、うん、ここが、ここまでもうプキッていって言ったもんで、ここまで、うん、もうダメだ。よし、はい、手動で分厚いところを通過した。どこ行った、あれがないじゃん、下ろすやつが。何がないじゃん。何をやったの。下ろすやつがない。これが何。これじゃない。ここね、今上、これだ。よし、いいいいよ。よし、これでまた行ける。今手動でミシンを、熱いとこはね、やってます。これでいいと思うよ。はい、喉元すぎればもう大丈夫、うん、ちゃんとこれしつけしてやれば綺麗にいくのに。ああ、いったいった。はい、ということで結果、ちょっとそこは変だね。ちょっと分厚いところは手動でやったためおかしくなりましたが、あとは綺麗に縫えてます。また厚いところは手動でやってます。一周回った。うん、さっき言ったのどこだった。これ、うん、これを
下ろして、うん、でボタン、はい完成、うん、はい完成です。おハサミがついてます、うん、はいこんな感じで、これギザギザ縫いで こっちが何縫いか分からんけど、まっすぐとギザギザがこういう感じでボタン一つで変わりました。で厚いところも手動で縫えたようなんで、まあまあ使えるじゃないですか。使える、使えるじゃない。今日私これだ、これ変な方になったよ表切ればいいだ、こういうとこはこう、あの厚いとこはこうなる。いいなあ、あのミシンよりこれがやるということで、アマゾンで買った5000円のミシンでした、うん、これあんた何だった？糸セット。糸そこにある。あれも1000円や2000円は出ると思う。ちょっとでもだいぶ出ると思うよ、うん。これすごいよね。これだけ揃ってるもん。うん、これはお買い得かもわかんないです、うん。私はこういうやつをあの100均で買ってきてあるけどね、これがあるで、うん、いいわ。ほんで、ボービーもね、はまらんだわ。普通のやつは、ちっちゃいから。ね、こんだけついてるの。ああ。ボービーケースね。うん。うん、まあ、普通のやつははまらん。はまらんけど、これではまるの。これならはまる。これセット、これにセットしてきてるの。どうこれ。はい。ということで、今まで使ってました、こちらのトヨタ製のミシンです。何年使っとったの？82だわ。20で60だね、うん、25年30年近く、はい30年近く経つともうこんなに様変わりしちゃいます誰も見る人ないでいいわね家庭用コンパクトミシン、これはい、このこれをアマゾンで買いました。まあ夜が短いで、うん、これで買ったんだよ。それなんか使う？切れ端いらん、また取っといて、取っとくと山のようにあのいらんもんはい、ということです。それでは捨てる、うん、次あでっかいじゃん、うん、この間よりこれはうまい。これはね、うん、巨峰じゃなくてなんとかってやつでうまい、うん、ナットランあんまり、うん、もう何もやらずに食べるの？一つずつ食べる、あということでした。